皆さんこんばんは。ご紹介いただきました長島でございます。初めてお伺いをしました。全く勝手も知らないままお伺いをしましたので、何を話していいかなと思いながら、だけど高名な講師の皆さんのメンバーを配信して今会長の話を拝聴しながら、私なりに私は旧山口村というところで村長をやらせていただいております。普通に生きることが無常の幸せだと思って、人生の大半を過ごしてきた人間であります。それが私のふるさとを9年前に襲った災害で、普通に暮らせたくなった時に政治の力や国の力の必要性を十分感じながら、おととし3月11日東北地方を襲った大震災、津波、そして原子力災害の被災地にかれこれ170、80回歩かせていただいています。私は僕普通の日本人だと思っています。逆にそのことを誇りに思っている一人でも実はあります。今会長から少し女性最小の話にお触れをいただきましたけれども、ふるさとで私は多分差別用語を使う村長だったんです。小学校中学校の入学式卒業式に村長として宿舎に行った時に必ずこういう話をしてしまっていました。女性は女性らしく一応、男性は男性らしく一応、ただしお互いが必要とする尊敬し合える関係である、そして日本人として誇りを持てる、おそらくみんなの時代は海外に羽ばたく時代が来る、でもふるさとを愛する気持ち、日本を愛する気持ち、これは誇りに思いという、らしく生きろっていうのが差別用語なんだそうです。教育委員会から指摘をされましたが、その後も繰り返しこの挨拶をしてまいりました。靖国には8月15日私は参拝はいたしません。それはなぜかというと、私は28歳で郷里に帰ってから毎年8月15日には村の氏神様にお参りをすることと、村内に5か所ある英霊の中根碑をお参りすることを日常としてきたからであります。今日もこの8月15日は村内5か所ある英霊の御霊に私なりに感謝の気持ちを ありがとうという気持ちとともに尊敬の念を表していきたいなと思うところでございます。いずれ機会があれば8月15日に靖国に参拝をするかしないか騒がれるような政治家になっていきたいなと実は思っているところでございます。普通の生活ができなかった時に何が必要か、ちょうど8年前の8月8日衆議院が解散した日なんです。郵政会館ちょうど今日でした。私は当時まだ村長として被災地の参戦隊に立っていたつもりでございましたから、政治の空白を災害の中で持たれるのは大変困るな思いで、まさか自分が国会議員としてこの場に来るとは思いませんでした。私は被災を受けて全村避難という決断をした時に何が大切か、それは思いを共有することだと思います。村として全員が思いを共有することが復興復旧に対する一番大きな力になると思います。避難所を回ったり、そして被災地を回ったり、いろんなことを考えながら1週間ほど過ぎた時、山古志村どうするんですかということを多くのマスコミから聞かれるようになりました。私はその答えを11月3日の夕方避難所を回りながら被災者である村民にこういう言葉で置き換えました。帰ろう、みんなで帰ろう山古志へ。これが村民と思いを共有したかった一つの言葉です。
当時村民の 94.7% の人が一緒に帰りたいと言ってくれました。これは普段普通の生活をしている時には感じられない、やっぱり危機の時に思いを共有する大切さだと、そういうふうに私は思いました。いろんなことがあって復興計画を立てる、中山間地の村に帰る意味合い、そして我々がそこで暮らすことの意義、いろんなことを考えながら国に来てこんな言葉を言い続けました。我々にはあそこが住む場だけの場所ではありません。先祖からずっとつながってきた大切な我々のふるさと、生きるための全てがあそこに詰まっています。だから帰りたいんです。ぜひ帰るために支援をしてください。そんなお願いをして回ったことを昨日のように実は覚えています。そして復興計画を立てる、当初誰が来ても私のふるさとを見て7年かかるだろうな、10年かかるだろうなと言われ続けました。7年では間に合いません、10年ではさらに間に合いません。私は高齢者の多い私たちの村の避難生活の限界は2年だと思います。既存の目標を2年にさせていただきたい、いろんなところにお願いをして予算をつけてもらいました。制度も作ってもらいました。そして村民に既存の目標を2年後にしたいという話をしたときに、実は次回から猛反発、できない約束をして誰が責任を取るんだっていう、いろんな説明をしました。そして最後にこう言いました。高齢者の多い私たちの村にとって避難生活の限界は2年、そして2年という目標を掲げない限り、限りなく2年に近づくことは絶対にありえない、だから2年だ。でも結果、私が仮設住宅の最後の一人として出るのに3年2ヶ月かかってしまいました。でも2年という目標を掲げなかったら、多分3年2ヶ月もやり遂げることはできなかったかもしれません。今そんな思いを抱きながら東北を実は回っています。思いを共有した時の力は強い、そして目標を共有した時の力は強い、これは日本人が誇れる文化だと私はそう思っています。中山間地の村でしたから、不便でしょ、雪もいっぱい降るんでしょ、言われ続けて、それでもふるさとを離れることができなかった。その裏には同胞や先祖、そして生かしてくれる環境に感謝する気持ちがあったから、私はそのことを誇りに思っている。家族を愛することには誰も異論がない、ふるさとを愛することには誰も異論がない。でも言葉で国を愛すると言った途端にアレルギーを示す人がいることに私は信じられない。素直な気持ちで普通に暮らすことが国民としての責務を果たすこと、そして国を愛することになるんだということを、私は普通の言葉で、分かりやすい言葉で子どもたちや国民に語りかけたいと私はそう思って、災害復旧が終わったら国会議員を辞めようと思った人間ですが、今もとどまり続けています。私は今家族とともに山口で暮らしています。東京で仕事をしています。出稼ぎだと言っています。かつて我々の時代には出稼ぎがありました。ふるさとで暮らす家族を思う、それは戦時下でも同じだったと思います。ふるさとを思う気持ち、家族を思う気持ち、それが日本を守ってきたんだ、私はそう信じています。
だからこそもう一回我々は日本の良さ、それは我々は一人だけで生きているということではない。我々は絶えず縦の鎖、横の鎖の中で感謝の気持ちを持ちながら生きている。それが災害の時にも、そしていろんな意味で我々を強くしてくれるんだということを信じたいな。私はそう思う一人です。国会議員になれると思ったことは一回もありません。なろうと思ったことも一回もありません。私はふるさとで誰にも負けない百姓として生きるつもりで人生の大半を過ごしてきました。41歳で村会議員という政治の道に足を踏み入れてから、自分の意思と違うところで私の運命が決められていくような気がして、あえて私はそのことを受け止めながら懸命努力の仕事を思いながら生きていくことも、その人たちに対する感謝だ、そんなふうに実は思っています。私は国を愛しています。家族を愛しています。そして皆さんと共にこういう話ができることにも感謝をしています。先輩である橋先生がこれ以上偉そうにすると怒られますので、この辺で自己紹介を兼ねた話を終わらせていただいて、でも辛い時、誰もが最後の一人になるのが一番辛いと思います。最後の一人になるのは我々政治家でなければならない、その覚悟だけは持っているからも、よろしくお願いします。